アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリー。アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリー。アーロ・ベネデッティ・ミケランジェリー。1920年1月5日、1995年6月12日は、イタリアのピアニスト。単に、ミケランジェリーと呼ばれることが多いが、本校でも以下これを用いる。本来は、ベネデッティ・ミケランジェリーが正である。ブレシャ地方の出身。 アッシジの聖フランチェスコの末裔と自称していた。3歳から音楽教育を受け、最初はバイオリンを学んだが、間もなくピアノに切り替えた。10歳でミラノ音楽院に入学。父親の主張により、一時期医学を学んだこともある。1938年、18歳で国際在材音楽祭に参加。一時予選の演奏から早くも注目を集めるが、 初見が苦手であったことが災いし、第七位の入選にとどまった。翌1939年、ジュネーブ国際音楽コンクールで優勝し、審査委員長のアルフレッド・コルトーから、リストの再来と称賛された。第二次世界大戦中はファシズムに対する、レジスタンス運動の投資としても活躍した。戦後間もなく、楽団に復帰したが、1950年代に、 入ってから10秒をわずらって一時は、復帰が危ぶまれた時期もあった。しかし、1955年にショパンコンクールの審査員、及び公式ピアニストに選ばれたこときに復活。以後、世界中でコンサートを開き、その圧倒的なテクニックと比類のない美しいピアノの、音色で芝叩く間に名声を確立した。ミケランジェリ国際ピアノマスタークラスを母国で開催し、 エリオドーロソリマ他多くので死を取ったことでも知られる。マウリツェオポリーニやマルタ・アルゲリッチも彼の指導を受けていたようである。一方で非常に強い完璧主義からコンサートのキャンセルを頻発する、いわゆるキャンセルマとしても有名になり、次第に年間に実際に取り行われた演奏会が10回に満たないという例も珍しくくなっていった。しかし、 その貴重な演奏会がさらに評判を呼び、一層、ミケランジェリというピアニストを伝説に押し上げていった。録音嫌いとしても知られていたが、1970年代以降、ドイツグラムンからショッパン、ドビュッシー、ベートーベンなどの録音を多数リリースした。1988年に演奏会の途中で、心臓発作で倒れる。 翌年には復帰したが、病の後遺症からか完璧な演奏は陰りを見せ、しかし一方で伸びやかな演奏スタイルになる。初来日は1965年。日本の音楽界に衝撃を与える。以降も数度来日しているが、予定通り日程をこなしたのはこの初来日の時だけで、あとはキャンセル間の評判に違うあの騒動を引き起こすこととなる。 1973年に2度目の来日を果たした際は、コンディションを理由に演奏会の日程、会場を変更したり、中止となった公演もあった。翌1974年は、前年の代替公演のために来日した。1980年の来日の際は、日本に持ち込んだ2台のピアノ双方のコンディションに満足できず、やむなくヤマハのピアノを使用したが、 NHK ホールでの一演だけであり、他の公演はすべてキャンセルした。開催されたその公演も、暖房不使用のためコート着用、また後半にプログラムされていたベートーベンの作品101は惹かれなかった。なおミケランジェリは生涯この曲を公開演奏していない。結果、起こった日本の昌兵元である松岡企画がミケランジェリの持ち込んだ2台のスタインウェイを、 差し押さえるなどして日本との関係が悪化しばらく来日が途絶える結果となる。1992年が最後の来日となった。チェリービダッケとの2度の共演、3度のリサイタルが予定されていた。チェリービダッケとの共演及び最初のリサイタルは予定通りこなすものの次のリサイタルは会場、日程を変更して開催し、3回目のリサイタルはキャンセルとなった。 翌1993年にも来日計画があったが、持病の心臓病の悪化からドクターストップがかかり、幻に終わった。最後の演奏会は1993年5月7日、ハンブルクにおいて行われた。1995年、病気の更新により、ルガーノにて高いした。ミケランジェリは20世紀において音色、テクニックともに、 コントロール能力に非常に優れたピアニストの一人に数えられ音楽的に完成度の高い演奏を行う完璧主義者として名高い。イタリア人ピアニストの中ではフェルッチョブゾーニ以降最も重要な一人に数えられる。ミケランジェリの録音は早い時期から残っており海賊版ではあるが1939年のジュネーブコンクール優勝時のリストのピアノ競争曲第1番の 演奏が最も古いとされる。ただし、完璧主義者としてのこだわりゆえ、正規録音の数は極めて少ない。その中で、ドイツグラムンにおける一連のドビュッシー作品の録音はドビュッシー演奏の基準の一つとみなされていい。ミケランジェリは演奏会ピアニストとしては驚くほどレパートリーの幅が狭いが、ベートーベン、シューマン、ショパン、ブラームス、 ドビュッシーの作品は好んで取り上げていた。これらの放送音源やプライベート録音は海賊版にも流出して音楽愛好家の知るところとなっている。完璧主義者らしいこだわりは演奏会の突然のキャンセルのみならず楽器の状態やステージ上の湿度にまで及ぶほどであった。後年には数多くのコンクールの審査員を務める一方で誰にでも教えたがる。 名教師としての称号ももらうようになり、教えた弟子の数は千とも二千とも言われる。音楽界外にも、医師、パイロット、レーサーなどの肩書きを所持していた。伝説的な自動車レース、ミッテミリアに出場したと称していたが、未亡人のジュリアナは、その事実を否定し、夫は話を作るのが大好きだったんです。実際にその手の競技に参加したことは、ただの一度もありませんという。 リヒテルと違い、鍵盤の上部雑音、指が鍵盤に当たる時に出る衝突音をできる限りゼロにする彼特有のピアニズムで知られている。この趣旨を生涯守り続けたために独自のテンポと独特のアゴーギクなどついて回ることもあったが、そのファンはそれこそがミケランジェリの美学であると思うものも多い。このような演奏はブゾ造にやら典型演奏家に近いものがある。 日本人の信奉者を多く生んだ理由も、武蔵に経由のピアニズムを通過した、日本の留学生が多かったからという見方もある。アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ国際ピアノコンクールが、小規模ながらスタートしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。